2018年ジュエア1ュ5 2墜落事故は2018年8月4日に発生した事故。ロカルの空港からリューベンドルフ空軍基地へ向かっていた遊覧飛行機がアルプス山脈のピーツ・ゼーグナスに墜落。乗員乗客20人全員が死亡した。事故機のユンカース152、3mg4E は1939年からスイス空軍で運用され、 1985年20、エアが買い取った。事故機は映画表しの要塞とアルキューレの撮影で使用された機だった。現地時間16時50分に機体はピーツ・ゼーグナスの標高8330フィート地点に墜落した。事故機には乗員3人と乗客17人が同乗していた。乗員乗客のほとんどはスイス人だったが、 オーストリア人カップルとその子供も含まれていた。スイス当局は墜落の1時間後に生存者はいないと発表した。事故当時、風が不安定に吹いていたスイス運輸安全委員会と連邦警察、州警察が調査を開始した。この墜落はジュエアにとって初めての死亡事故であった。墜落現場からの報告によると機体はほぼ垂直に高速で、 地表に激突したと見られている。また、原因から空中衝突やケーブルとの衝突は除外された。警察は、墜落前に事故機が遭難信号を発しなかったことを公表した。ありがとうございます。